MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーの桜井よすこがお伝えいたします。韓国が、昨年、一方的に、日韓ジーソミアの破棄を決定し、執行直前の11月22日に、急転直下のジーソミア破棄凍結を発表しました。その後、経産省は、局長級の対話を再開することを発表。韓国側が、輸出管理問題について、WTO への提訴を中断し、輸出管理改善の意欲を示したことを、その理由としていました。しかし、その後、韓国大統領府のチョン・ウィヨン国家安保室長は、経産省の発表は事実と異なり、意図的に歪曲して発表したとして、遺憾の意を表明。日本に外交ルートで抗議し、謝罪を受けたと説明。しかし、読売新聞は、日本の外務省幹部は取材に対し、そのような事実はないと否定したと、これに反論する記事を掲載しました。すると、韓国側は、毎度の言いがかりを開始しました。韓国紙中央日報は、2月7日付で、昨年は韓日が了解したとしていたが、韓国外交部長官、輸出規制、我々の望み通りに進まなかったと題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。韓国のカン・ギョンファ外交部長官が、6日、韓日軍事情報包括保護協定、ジーソミア終了猶予決定の後続措置として、日本政府が、輸出規制撤回を前提に話し合いをすることにしたことに関連し、我々の望んでいた昨年、7月1日以前の状況に戻ったわけでは断じてないと明らかにした。官長官は、この日、内新記者会見で、昨年11月末、韓国側が、日本側と了解事項として講じた終了猶予措置は暫定的な措置とし、我々はいつでも終了効果を再稼働でき、基本的に韓国の国益に基づいて行使すると説明した。韓国政府は、昨年8月、ジーソミア終了を宣言し、11月これを本意する猶予宣言をしながら、日本と事前協議を通じて輸出規制措置解決に寄与する方向で、両国間の対話を再開することにした。日本のホワイトリスト安保友好国名簿復元を含めたと発表した。しかし、3ヶ月が経過した現在、韓国側が望む方向に状況が向かっていないことを官長官が認めたのだ。官長官は、韓国側が日本側と了解事項を発表した時の基本目的、輸出規制撤回をしっかりと再確認しながら、輸出当局は輸出当局の方針に、外交当局は外交当局の方針に従って協議を続けていくと付け加えた。11月のジーソミア終了猶予発表当時、青瓦台、大統領府高位級関係者は、韓日が合意した懸案の解決に寄与できる法案で対話の意味は、輸出規制の復元を前提としていると強調した。続いて、これについては韓日間が了解したとも述べた。しかし、その後、日本メディアからは、政府関係者の伝言として、日本は何も譲歩しなかった。輸出規制対話に応じないという報道が出てくるなど、全く違う解釈が出てきて問題となった。また、韓国政府の嘘が発覚しましたね。世界中から韓国が信用されないことがよく理解できます。それに、未だに、ジーソミア破棄のカードを韓国が握っていると勘違いしていますが、ジーソミアは1年間の自動延長です。それを、韓国の特技である、一方的に保護をすれば、間違いなく米国は激怒して、同盟破棄をされる事態が予想されますよ。また、日本も、あらゆる手段で報復措置を発動しますね。カン・ギョンファさんは、終了効果を再稼働と言って、日本を脅しているつもりでしょうが、日本は、韓国のいつものたわごととしか思っていません。あまりくだらないことばかり述べていると、恥をかきますよ。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。